横浜の開幕戦もですね、約その時1500人ぐらいがスタンドにいたんですけど、約半分近くが、秋田に関わる方がいっぱいいらっしゃってですね、うちのサポーターがこう青で来てて、でうちのゴールの瞬間に半分の人たちが手を挙げて立ったので、まあ、今週末ホームゲームの開幕という形になりますけども、まあやはり知事 そのスポーツ立憲宣言というものがあった中での、私たち本当 J リーグ J2 J1 に行くことがその象徴かなというふうに思っておりますので、なんとかこう秋田の活性化、そして秋田を全国に、そして世界に PR できるように、このサッカーというステージをうまく活用してですね、今後も頑張っていきたいと思います。地元のそのバックアップはね、それはやっぱりある程度、希望を持っていますからね、もっと強くなる、もっと勝つぞと、その段階ごとに当然その期待感でいますからね、はい、ですからそこの辺は、逆に言うとこうプレッシャーがだんだんかかってくるけどね、それにもう問題はそれに負けないでどうするかね、いろいろとまた、はい、まあ、課題がたくさんありますけどね、まず希望を持って、はい、皆さんがここまで来るって、まあ、これはそう簡単じゃないけど、やっぱりこれで終わりっていうよりも目があった方がやりがいあるし、はい、チームとしては、今週はおそらくですけど、ちゃんとした練習場で、練習ができるでしょう。そうなると、意外と、まあ、いい方向に行くかなと思いますので、ぜひ、いい仕上がりをして、また皆さんがね、足を運んでもらって、後押しをしてもらえれば、いい試合ができるかなと思います。まずは、アウェーとはいえ、第1戦、第2戦、いい結果ではなかったので、個人的には責任を感じてるんですよね。そういう責任を、ピッチの上で、出したいなと思ってるんで、まあ、喜んで帰ってもらえるよう頑張りたいと思ってます、ね。楽しく、ゴールは笑顔で試合勝てば、より一層お客さんが楽しむ、それが意向だと分かってるんで、まあ、本当に楽しく、そして全力で最後までやりたいなと思います。